さらわれた仲間を取り戻すべく四方の塔に乗り込んだ麦わらの一味。激闘の末 CP9 と海軍を退け勝利を宣言する。そしてワフルドに戻った彼らが知った秘密とは。自称氷塊の遺構と水の巨像。魂のようなものさ、絶対に曲げられないことの証明ってやつだ。間違いなさそうね。キューブを返して思い出の世界に行くのはあなたにとって大きな負担なのでしょ。そうなのか。無理すんなリム。大丈夫。これは私がしたいからしていることよ。そこまでして私たちを助けてくれる理由があるの？本当にあなたの意志なのかしら。アオ、元気にしてたかおめら。あ、フランキーじゃねえか。ルイ、サニゴは完璧に修理しておいたぜ。おう、さすがフランキーだな。見に行くか。復活したサニー号。よし行こう。サニー、よーし、サニーが治ったんならブルックを探しに行こう。ブルックだと？あいつまだ見つかってねえのか。そうなんですよ。私の体はまだ海の底に沈んだままです。いるじゃねえか。いや、ちょっと違うか。またおめえ妙な姿になっちまったな。魂だけでもこうして皆さんとお話できるのはありがたいのですが、肉体がなければ何もお手伝いすることができませんので、それが残念でなりません。皆さんの思い出の世界への冒険に私もお供したかった。思い出の世界の冒険？俺には何のことやらさっぱりだ。以上がこれまでの経緯よ。大体の事情は理解した。ブルックのことやおめえらに何があったのかを含めてな。しかしその思い出の世界ってのがまるで想像つかねえな。行ってみりゃわかるさ。フランキーとブルックも次は一緒に行こう。そのためにもまずはブルックの体を見つけねえとな。悪いが、それはまだできそうにね。船の修理は完璧だが、シャークサブマージ3号を出そうにも、コーラダルが空っぽだ。なんとか方法を考えてみるが、もう少し時間がかかりそうだ。そうか。私も何かお手伝いしましょうか。と言っても、お話しするくらいしかできませんが。ありがとうよ。幸いにも材料は揃ってるから大丈夫だ。仕方ねえ。こっちはこっちでやることやっておくか。力を取り戻しに行くんだな。
でかい像をぶっ飛ばして箱を取り返す。待って、そうしたいのは山々なんだけど、その前にちょっと行きたいところがあるの。行きたいところ？どこ？内海よ。調べたいことがあるの。内海に何かあんのか？エニエスロビーでロビンから聞いたことで思い出したことがあるの。ワフルドが空から落ちてきたっていう仮説。ええ、そう。内海に気になるものがあるの。もしかしたらワフルドの成り立ちを証明できるかもしれないわ。そうか。じゃあ調べに行かねえとな。